は、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうかなと思います。218回目ということで、2012年の春競馬後半となります。今回は宝塚記念をお見せできるかと思います。6月2週からスタートです。ツイッチで配信を行っています。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントをお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。 アーカイブは YouTube にアップロード予定です。 YouTube 2日後、10日21時頃に、プレミア公開いたします。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Two Days After プレミアライブ My YouTube Channel、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。This Live Archive App、TwitterX My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。 ではやっていきましょう。ウィニングポスト9 2021。ということで、6月を2週からですね。3位がルーラーシップ、1位がフランキュー、2位が山のニコニコでしたが、この2頭は出走ですね。山のニコニコはついに、ゴールドカップで、ステイヤーズ、グランプリだっけ、そちらに挑みます。エプソムカップ、マーメイド、アマノフィッツですね。フランケルが見事にマイルチャンピオンシップ連覇となりました。種付けをもう行っているんで、では行きましょう。6月2週の競馬です。ウッディステファンズステークス、アマノヘビロテ1番人気、
しかし、混戦の中をいます。なので今回はちょっと厳しいんじゃないでしょうか。こう逃げばいますね、ハンセンという。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ウッディステファンズステークスダート 1400m です。果たしてどのような結果になるんでしょうか。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、ハンセン。はい、いいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはハンセン、2番手はクリエイティブコーズ、さらにはサートンエフォート、13番キャンペーンブレッド、その後ろハンセン先手を取りました。大きく離れましたアジュディサルーン、その後ろからはシルキーウッドスタンド、これに続くのがパーフェクトクレーム、並んで無敗のカバーウィルイン、キープダマナ、すぐ後ろアマノヘビロテ、後ろからこれに続いてドリル、前はハンセン、リードは6馬身ぐらいあります。ハンセン一人旅、大きく離されて2番手はクリエイティブコーズ、さてどこ、3番手連勝中のどこまで、あの迫っていくか、果たして届くかどうか。最終コーナーをカーブして直線コース、いい位置にはいるんですが、ここから伸びだよな、伸びが足りないね、ないね。いや来てる来てる、あ来てない。掲示板乗ったのかな、ギリギリかな。5着でした。ということで残念な結果になってしまいました。さあ、ジャストアゲームステークスアマノトゥルース、2番人気、1番人気はザゴラ。ザゴラは強いや、ちょっと難しそうです。先行策取ってみよう。ダイジェストいきましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャストアゲームステークス芝 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。メロディーオルガニック先頭、やっぱり残り 200m、 ザゴラの背足が、ザゴラ2番手はパーフェクトシャール、ザゴラ粘る、ザゴラ強いな、ザゴラ1着、2着はパーフェクトシャール、3着にカウンテスデッキ、勝ったのはザゴラ、見事な勝利です。ザゴラ圧倒しました。というわけでアマノトゥルースは6着に敗れましたね。残念な結果です。では、やっていきましょう。さらに マンハッタンステークス勝ったの山ガールは6番人気。これは厳しいな。しかし129、レーティング的にはトップじゃないですか。舐められてる？ダイジェストいきましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 マンハッタンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに、どこにいる、リトルマイク先頭、残り追い上げてきてるが、前の2頭は非常に遠い。2番手はリトルマイク、ようやく3番手先頭だ。先頭はポイントオブエントリー、1着でゴール、2着はリトルマイク、3着に片の山がある。勝ったのはポイントオブエントリー、見事な勝利です。片の山がある3着、
はい、コーネーションステークスオルフェーブル出走です。一番人気、133、他セントリコナスアビーですね、警戒しないといけないのは。スノーフェアリー、あとデインドリームあたりとなります。ではレースいきましょう。プソムダウンズ競馬場 G1 コロネーションカップ芝 2400m です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。トレジャービーチ前に行きそうです。エディターズツリーそれに続いています。さらにはデインドリーム、古豪インペティアススポッツ、その後ろ先手を取ったのはインペティアススポッツ、その外からプラントゥール、これに続いてシャレータ並んで16番、セルフスウィープ、アーリーバニー、そのうちに続いています。その外にピオレンテ、その隣にセントニコラスアビー、これに続くのがサラリンクス、白の帽子アルクコロミス、その後ろすぐ隣にトライアムファントクリーナ、オルフェーブル、後ろから並んで G16勝、スノーフェアリー、しんがりからフェイバーアルボラーダ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番インペティアススポッツ、依然として先頭から最高峰までおよそ10馬身。オルフェーブルは中段やや後ろ、中段の、外を回ってますね。それに続いています。並んで7番ちょっと前が1頭壁になっているんで、こじ開けられるかどうか。並んで漆黒の馬体ピオレンテ、その横にアーリーバニー、その外にシャレータ、内からはサラリンクス、内からはフェイバーアルボラーダ、並んで2番アルクコロミス、トッテナムコーナーは中段後ろ、後ろか、オレンジの帽子です。プラントゥール、トレジャービーチ、さあここから仕掛けどころ、なんか上がってきたが、オルフェーブルはまだか。ようやくオルフェーブル伸びてきたが、これは厳しい。なんもなんでも前が遠すぎる。ケジは乗ったかどうかっていうところですね。トレジャービーチ勝ったのはセントニコラスアビー、見事な勝利です。乾杯と言っていいでしょう。オルフェーブル、なんとか掲示板はキープ。エプソムカップ天野蓮舫も一番人気となりますね。グリグリドナウブルーか。でリディール、この辺りですね。4番人気はミトラですか。ダイジェストいきましょう。東京 G3 エプソムカップ芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オースミスパーク先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。なんか終わってきたぞ。マノレンホさあ激戦、しかし抜け出した、勝ちました。1着にはどうやらミトラ、3着に当選レーブ、1番人気に応えました。天野蓮舫見事です。勝ってくれました。天野蓮舫マーメイドステークス天野フィッツです。グリグリとなります。チーズプリマーかもいるのか。
そして2番人気凱旋歴女ですね。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 マーメイドステークス、牝馬限定芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。チーフズプリマ先頭、あと 200m、 中割ってきた、追い上げてきた。テンマールハース必死に追いすがります。アマノフィッツかわす、先頭はアマノフィッツ、勝ちましたね。アマノフィッツ2着はテンマールハース。アマノフィッツ見事一番人気に応えました。やってくれました。凱旋歴女は4着ですね。さあ5頭ですね。方のツイッター、天のそばにいるカレンちゃんに、他に天のグー、天のアリエッティとなっております。カレンちゃんが気になりますね。細田騎手か、大丈夫かな。さあそして前走はヘビロテが5着だったな。ヘビロテそのままコモンウェルスステークスに挑みます。アメリカ血統だからより不安だな。あんまりダートも良くなかったっていうのもありますね。まあ結果論だけどな。山ガールは放牧、オルフェーブルは札幌記念か、まあ、もちろん金札獲得してるんですが、ちょっと嫌だな、物足りない。7月4、8月1周だからキングジョージ行きましょう。やってやるってわけですね。そして天の蓮舫はエプソムカップ勝ってくれました。それで重賞は何勝目かな、2勝目。そしてデイリー杯2歳以来の重賞制覇となってくれましたね。勝負根性が G、 うん、精神力、今メンタル重視で上げてるのか、あと柔軟性をもうちょっと欲しいやつ、やっぱりスピードですよね。どうしようかな。まあ一周我慢だな。山のフィッツを同様、次は函館記念となります。遅めか。でも次この馬こそ札幌記念じゃないの。行きましょう。馬のブログが待ってんのか。まあやってやるってっていう感じですね。でラッキースターはビホルダー3着、なかなか勝てません。ようやく1勝だもんな。ちょっと厳しくなりましたね。南部杯か、まあ分かるけど、マーキュリーカップ、これ距離は、あ、1400いけるんだ。エネループがいるけどな、プロキオンには。とスパーキングレディあたりですよね。パーキングレディー言うた牝馬限定ですね。クレメント・ハーシュはこのオーサムフェザーが強い。
ホイットニーはつぼみが出てきますが、アマゾンビ、これも強い、アマゾンビは強いからな。まあここ出しましょう。行くしかないかな。続いてアラフォー、惜しかったな。惜しくないか。まあでも上り馬ですからね。ホスターデーブハンデに次は挑みますって言いつつ、これ挑むとあれダメなんだ。帰りましょう。もちろんこれは出ません。出るわけがない。スマートハルコン実施やってんのか。じゃあ一応ジョッキー変えましょう。どうでもいいジョッキーをちょっと、どうでもいいは失礼だな。指定してコンバー出さずにスーパーな上馬トレーブ、持ってる馬ですね。天野が、あ、外国サンバか。これ外国サンバいらんよな。そうだね、カレンちゃんな、よ吉野ファームだから吉野のお金になっちゃうんだよな。アリエッティがスプリントステークス、エピセアロームか。と今3周ですよね。じゃあダメ。シンバ、じゃあ自分を鍛える。ちょっと待った。やっぱり真面目にやろう。思想、ディエッティはまだ取ってないんだ。アリエッティはダメだな。じゃあ天の宮へ。天の宮かな。多分今週のレース、あの出る馬は使えないんだと思う。7月1週もダメで、7月2週以降だな。これはダイアナか。三勝なんで頑張ってほしいですね。
じゃあネクスト、シューメーカーマイルステークス、型のツイッター2番人気、1番人気はジェラニオ、ジェラニオはまあまあ強いな。マイル戦か、戦法変えてもいいが、まあ、変えてもメリットなさそうだ。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 シューメーカーマイルステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ果たして何が行くでしょうか。ジェラニーも前に行きそうです。オビアスリー、それに続いています。さらにはラフィング、14番シックスディナウンド、その後ろオビアスリー先手を取りました。その後ろからはドーンアルカトラズ、内からはザトツアスクワートル、アーリーエピソセット、すぐ後ろその後ろにオパールコスモス、その外にマイヤーバーリー。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。ハーモニアス、それに続きますオレンジの帽子ノルディックトゥルース、その後ろこれに続くのがコンサルタンツフェアリー、すぐ後ろにギンランドサイド、型のツイッター最高峰。ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ツイッター最高峰なんか。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでラフィング先頭に変わりました。2番手はオビアスリー。さあ中割ってきたぞ、型のツイッター。いい位置です。先頭を捉えにかかります。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。行け、ツイッター、頑張れツイッター。2番手はハーモニア。よし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 、勝ちました。ゴールイン。2着はハーモニアス、3着にジェラニモ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。競り勝ちましたね。まさしく日本が世界に誇れる馬です。僅差ではありますが、この勝利はでかい。初の G1 勝利でした。さあ、オグデンフィリップステークス、天のそばにいるねです。1番人気、ストリッキー、ロイヤルデリタやっぱり強いから安心はできないよな。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 オグデンフィリップスステークス、ダート 1700m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オーサムマリア前に行きそうです。オーカサスリーチ、それに続いています。さらにはタウンシェイド、7番ハードアルファベット、その後ろオーサムマリア先手を取りました。ネバーテンダーフット、それに続いています。並んで14番ブリリアントオリンピア、すぐ後ろにギャレイクリシア、青の帽子ウォールボード、その後ろすぐ隣にロイヤルデルタ、天のそばにいる、後ろからになりました。その隣にタイモアサーキット、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はオーサムマリア、オーカサスリーチ、ほとんど差がありません。そばにいるにはどこだ。天のそばにいる、まだ来ない。この辺りでそう、大外ですね。ちょっとコースロスが心配。オーサムマリア離れてタウンシェイド、その外からはハードアルファベット、その隣からはギャレイクリシア。さあここからちょっと押し上げてんのかな、どうかな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。1頭抜け出したが、いや、うちの馬2頭は来ている。1本伸びないな。イッツトリッキー先頭だ。イッツトリッキー、イッツトリッキー、4着でしたね。ロイヤルデルタ、3着にオーサムマリア、勝ったのはイッツトリッキー、見事な勝利です。そばにいるではちょっとコースロスも良くなかったかもな。
はい、キングススタンドステークスにカレンちゃん出走です。3番人気か、ゴルドンロードパイロン。カレンちゃんの方が上ではあるんですけどね。プライムゴードンもいる。あとはロケットマン、これは強いな。リトルブリッジもなかなか強いということで、ちょっと厳しいな。サシに変えてもいいかもしれないが、行ってみましょう。レースです。スコット競馬場 G1 キングズスタンドステークス、芝 1000m 直線で行われる電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはロケットマン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロケットマン花に立ちます。その後ろからはリトルブリッジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはブロフトブランド、古豪ウェイビースピノカ、じゃあ控える競馬を見せます。先手を取りました。内からはスプーニーサビ、その外にキャッチジェットスピー、ドラムクラウンズ、そのうちに続いています。カレンちゃん上がってきた。なかなかいい足じゃないでしょうかが、ただロケットマンが強いな。伸び足は衰えない。カレンちゃんいい足は見せるんですけどね、届かないな。いや、わからん。カレンちゃんかなり追い上げましたね。ロケットマンしか映ってない。力来てる。内外分かって、あ、勝ったんじゃない。いや、どうかな。負けた。痛い。うん、なかなか勝てませんね。さあ、三宮ステークス天の宮です。一番人気グリグリです。クラブはまあ凱旋バッカルも出てますが、これは最低人気、厳しいな。他エイシンキャロルもいます。ダイジェスト阪神オープン特別三宮ステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。風もう抜け出した。先頭2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はエイシンキャロル天の宮、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はグレープブランデー、これは物が違う天の宮。ユニコーンステークスクラブは3頭ですね。その中では凱旋キングズが2番人気、凱旋セーバーが3番人気、異次元13番の異次元が1番人気となっております。異次元日坂さんの置いてちょっと20番ちょっと厳しいですね。こうなるとドバッハあたりだけど、ダイジェストいきましょう。東京 G3 ユニコーンステークス3歳限定ダート 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋キングズ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。外から接近凱旋セイバー、外から異次元、残り異次元やってきましたね。異次元追い上げてきた。どうだ、異次元が一気に撫で切る。異次元この馬で決まりか。異次元1着3着かクラブは。
3着に凱旋キングズ異次元、見事一番人気に応えました。そして函館スプリントステークス、アマノアリエッティです。吉野アマノアリエッティは一番人気、カッパギさんがまるで桜ゴスペルに負けてる言われてるけど、それ以外ではいい印ですね。そしてテイクアベットが3番人気となっております。ダイジェストいきましょう。函館 G3 函館スプリントステークス芝 1200m の電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。どこにいる？ダンスファンタジア先頭、後ろすぎる。ガルボ抜けた。2番手はダンスファンタジア、ガルボ、ガルボ。3着までだった。ダンスファンタジア3着にアマノアリエッティ、勝ったのはガルボ。アマノアリエッティ3着に敗れました。あ、大量出走、海外だけでこれだけいますからね。アマノニコニコとかピロテ、 AKB、 ブラックキャビアで、帝王賞2着、キャンキャンとインサイト。そして天のフラゲがデビューです。宝塚3頭、ルーラーシップ、イナバウアーアイフォン。そして大沼ステークス、天のアラホーはもちろん出しませんね。ドラッカーっていいのかな、放牧用なんで出しませんが、天のドラッカーはダートバ、あ、まあダートバか、大丈夫ですね。ツイッターが G1 まなってくれました。宝塚記念の展望です。グランプリ第1弾、連覇なるか。ルーラーシップの一強ですか。ホイールキャプチャーとか天のアイフォンらもいるんですが、ルーラーシップダントツという前評判ですね。ローテを決めましょう。まずはこのいよいよフラゲーデビューですね。楽しみです。ロブロイ、ゼンのロブロイとドナブリーナ、ドナブリーニーか。早熟なんで早めに勝負っていうとこです。そしてそれからジェンティル女がベルモントオークス、来週ですね。AKB は今週です。これはどうすんだ。ヘビロテもコモンウェルス、女子会は七夕ですね、ショーですね。トラッカーがゴルシはアイルランドダービー2勝ですね。ちょっと調子が落ちているのは気になるとこですが、一応放牧しときましょうか。ミザルがニャジオ日経賞、サツキ賞2着馬、ハヤブサがトモエ賞、ケオンはダイアナステークス？ああ、はいはいはい。そうなんだよな。アメリカ、アメリカなんで、放牧できないんで、放牧するために帰らせました。蓮舫が、
中京記念か。でも、うん、どうなんだろうな。マイル戦、まあ、マイル戦はいいと思いますがね。まあ、一周報告しとくか。フィッツが、うん、フィッツはそうですよね。札幌記念に果敢に挑もうとしております。でオルフェーブルは9勝か、まあ、負けても大丈夫、クイーンエリザベスに挑みます。エイサイトが、テオショエ、アイホンが今週ですね、アイホンは8勝上げてます。すでにクイーンズシルバー JC で切り札確定ですが、トゥルース、でルーラーシップですね、まあ、強力馬 G113勝、ここのとこ4連勝ですね。クイーンエリザベス、ただ欧州とか香港が多いんで、それ以外のところでも、まあ、活躍してるよな。19戦16勝だからな。ちょっとルーラーシップの力が違いすぎる感はあります。あと2勝なんだよな、ブルーレイ。2000m か、島の、あ、ここ、あ、セントニコラスアビーは強いって。無理、ここは勝てないですね。むしろこっちの方が良かったかも。あー、まあレースないよな。スターデイブハンデの方が良いと思うかな。アリンドミリオンか、どうでしょう。とかインターナショナル、一応アリンドミリオン登録だけはしとこう。ちょっと竹豊か、あ、放牧する前にやっときゃよかった。でアラフォーもいますね。アラフォーも放牧ですが、アラフォーはまあちょっと厳しいよな、金札は。オスターデーブハンデに挑みますが、ん、いや、ちょっと待って、これだったらアラフォーはやめといてもいいのかな。うん、アラフォーをちょっとやめとこうかな。ブラックキャビアですね、短距離戦今週か。ラキスタはクレメントハーシュに挑みますが、前線マンだからな。じゃあラキスタに何かあげよう。おお、さらに歯の2本。週、いや、項目です。でニコニコが今週ゴールドカップ、
本当はねこれにスタミナを上げたかったんだよな。ものつぼみ、どうかな。イナバウアーが、イナバウアーも悪くはないんだけどな。正規札確定です、ね、そしてネループよく走ってはいるものの、チャンピオンズカップで初めて地方交流じゃない本当の G1 手に入れましたからね。その後が2勝勝てなかった。想定内は CBC 賞、ま、もう金札は無理ですからね。ジャスタウェイ、ジェンティル女、見えたいよな。週2勝と9勝のあれだからな。じゃあ行きましょう。ネクスト、ゴールドカップカップアットンサンタニタにスマートファルコン出走2番人気。さあゲーモンデュードと対戦だ。勝ってほしい。ノアールホリデーあたりも要注意だけどな。あとワイズダン、レーティングでは圧倒的なんですがね、そのだから勝てるわけじゃないんだよな。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ゴールドカップアットサンタニタダート 2000m、 スマートハルコンがゲームオンデュードと戦います。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノーアールホリデー、コースタートを切りました。ブレインズピツヤード、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブレインズピツヤード花に立ちます。その後ろからはノーアールホリデー、この馬も上がっていく構えです。サムコロネット、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはブレインズピツヤード、その外にポートランド、その後ろにゲームオンデュード、並んで4番ケアミスペール、好位置をキープしています。スマートハルコン、フェルガーナスワップス、すぐ後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その隣にステイサースティ、その外からノンアールホリデー、内からはプラムプリティ、その外にリチャーズキッド、これに続くのがアーモリアルラバー、青の帽子ソルトイラストリアス、その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ隣にサムコロネット、最後方にワイズダン、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで先頭が変わりました。ポートランド、ブレインズピツヤード、ほとんど差があります。3番手グループっていうところですね。上がってきたスマートハルコン、ピンクの帽子スマートハルコン、ゲームオンリュードも来ている。さあ対戦だ。スマートハルコン、せまだ先頭だ。あ、くさつまらない、むしろ引き離す。やったんじゃないか。強いな。ゲームオンデュードを打ち破りました。見事な勝利を収めました。スマートハルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ、クイーンアーステークスフランケル出走です。1番人気136、バラエティクラブを強いですね。133、バラエティクラブは3番人気か。でエクセレブションエクセレレブレーションが2番人気、バラエティクラブは3番人気、他シティスケープなどかも人気です。先方は先行策が多いのか。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 クイーンアンステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはデレインクラウドレッド。綺麗なスタートを切りました。バラエティクラブ前に行きそうです。デレインクラウドレッド、それに続いています。さらにはマニスティックラッシー、15番デジャブカルパーニア、その後ろバラエティクラブ先手を取りました。ロシアンドライバー、それに続きます。カランドジャイアント、それに続いています。その外からカスタンボン、内からはフェアトロメオ、オレンジの帽子フランケル、いい位置につけました。これに続くのがガンドリアサンタイム、悪くはないな。フランケル、まあ伸びですね。ここからのポイントは6番シティスケープ、これに続いてパーリーマニラ、その後ろからはスピーチコンポージャー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。最後方にデレゲーター、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番バラエティクラブ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、間が空いてマニスティックラッシー。13番、さあ一気に仕掛けてきた、日曜王者の争いだ。ここで先頭に立ったフランケル、残り 200m を通過して後続を、さあ広がっているので分かりませんが、あ、これは勝ったでしょう。やりました、フランケル。完勝。2着はエクセレブレーション、3着にシティスケープ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。フランケル、見事な勝利です。コモンウェルスステーク、コモンウェルスカップ天野ヘビロテ1番人気。しかし104で100台の馬がたくさんいるので、これはちょっとわからないな。押し出された1番人気感があります。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 コモンウェルスカップ芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ディスパリングガード、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくディスパリングガード行きました。続いて前へ行くのはカルボナリクロード、さらにはリバイバルコンフォート、栗色の馬体オークオデッセイ、その後ろディスパリングガード、先手を取りました。スレードパワー、それに続きます。これに続いてテミースリッピー、好位置をキープしています。天野ヘビロテ、その外にファービロー、これに続くのがミンクアテナ、ボーグドリー、そのうちに続いています。その外からプレミアムファング、その外にゴースタルリスキー、プレームアルカ、力を伸びがすごいな、伸び悩んでるな。直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。方向デッセイライに比べて、あと200メートル、かもうこれはダメですね。むしろバグに沈んでいく。方向デッセイ、方向デッセイ、一着、二着はゴースタルリスキー、三着にブレスアジャード、勝ったのは方向デッセイ、見事な勝利です。さあゴールドカップ天野ニコニコ1番人気、天野ニコニコ131、グリームーンですね。それに続くのは115、
ライトパッシージ116あたりがライバル馬ですが、むしろあのここはスタミナとの自分との戦いということが言えると思います。頑張ってほしいです。レースいきましょう。アスコット競馬場 G1 ゴールドカップ、芝 4000m の超長丁場、果たして天野ニコニコはスタミナが持つんでしょうか。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天野ニコニコ好スタートを切りました。グリームーン、この馬も好スタートを切りました。スタートいいですが、これ前行っちゃうとちょっとあのスタミナ持たない可能性はある。うまく折り合いつけてほしいですね。おっと、ライトオブパッシージが先頭か。すぐ後ろ、その外からモシーン、緑の帽子スールピストル、その後ろ、その外にカバルリーマン、内からはマスクとマーベル、ジョシュアツリー、そのうちに続いています。その外に行き過ぎかもしれないよな。さらにはマッチレス PK、 その隣にプレザントファール、取り合いとか大丈夫かな。2番手つけましたね。ちょっとスタートが良すぎた感はあるよな。最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。2番ライトオブパッシージ、依然として先頭、最強王者天野ニコニコ2番手を追走しています。ライトオブパッシージを見る感じ、フェーム&グローリー、その後ろからはエロクエントエアデール、ペースも早いような気がするな、思ってるより。オネストウィットネス、その横にモシーン、並んで古豪カバルリーマン、これに続くのがスールピストル、並んで11番シリックスクワート、内からはジョシュアツリー、並んで7番マスクとマーベル、すぐ後ろにプレザントファーロー、並んで6番マッチレス PK、 すぐ後ろにナショナルボール、しんがりからパワフルエピセット、前の方からもう一度2番ライトオブパッシージ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、2番手に10番、さあ間もなく3コーナー、ちょっとなんか横に触れてる感があるよね。すぐ後ろにモシーン、並んで8番オネストウィットネス、グリームーン、3コーナー回っていきます。2入り状の形状のアスコット競馬場、それに続きます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで5番ジョシュアツリー、その外にシリックスクワート、すぐ後ろにマスクとマーベル、プレザントファーロー、それに続いています。並んで6番マッチレス PK、 すぐ後ろにナショナルボール、しんがりからパワフルエピセット、もう一度先頭から2番ライトオブパッシュ、3番手先頭、リードは1馬身から2馬身、先頭を伺うか。800を切っております。先頭はまだ2番ライトオブパッシュ、ライトオブパッシージ、後続を引き離す。2番手は天野ニコ、いや、ニコニコついてますよ。直線コースに入りました。さあ抜け出したが、だがフェーム&グローリーをいる、いい足だ、ここから勝負をかけます。残り200、ああフェーム&グローリー抜けられた。やっぱりスタミナがちょっと持たなかったのか。いや違うな、フェーム&グローリーが強いわ。ぴったりマークしてたからな、フェーム&グローリー。勝ったのはフェーム&グローリー、見事な勝利です。距離が原因じゃないような気はする。やっぱフェーム&グローリーが強かったですね。さあコーネーションステークス、天野 AKB 一番人気114、グラッドカーリーが 2番人気。グラッドカーリーがやっぱり目下の敵な感じですね。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 コロネーションステークス、芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはスクオンテルプシコラ。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りスクオンテルプシコラ、さらにはグリーシャンプリメロ、14番サニーズクエレンドーナ、その後ろ先手を取ったのはスクオンテルプシコラ、間が空いてイマジニングジョンヌ、好位置をキープしています。アマノ AKB、 その外にサーティーレッド、並んで G1 3勝グラブドカーリー、リーフブランシェ、上がっていきました。白の帽子ロマンティカ、その後ろこれに続いてダンク、その外からサーガグランデュール、内からはファイアリリー、その後ろにアルペンホイッスラー。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭は依然として無敗のスクオンテルプシコラ、ちょっとペースが遅いからサニーズクエレンドーナ、チェリーコレクト、不穏ですね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地の追い出した。先頭を伺う AKB、 外からはあんまり伸びる馬がいない、チャンスなんじゃないの。いやこれ外から伸び出した。グラッドカーリーも来てるが、なんとか押し切った。1着でゴール、2着はグラッドカーリー、3着にサーティーレッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノ AKB、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。内から後方の内側でスローペースでしたが、一気に4コーナーからコース空いた隙をついで抜け出しました。欧州三歳牝馬マイル3冠達成を止めたんだ。よかった。レッツゴーターキーダマノナちゃんですよ。すごいな。さあ、ダイヤモンドジュビリーステークス、ブラックキャビア出走、1番人気ロケットマンやゴードンロードパイロン、マーレクナガが脅威ですね。129、一応トップではありますね。ロケットマンとソサイティロックがライバルか。ゴードンマンのパイロンは全然人気がないんだ。あ、ゴードンは人気あるが、プライドゴードンと勘違いしてた。では、行きましょう。レースです。アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス、芝 1200m 電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは上頓馬フルダブル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して上頓馬鼻に立ちます。その後ろからはフルダブル、この馬も上がっていく構えです。トゥルーダイヤモンド、さあこれは直線競馬ですね。ロケットマン先手を取りました。その外からライバルはロケットマン、内ですね。最内にいるロケットマンがライバル、ちょっと横に触れたりして落ち着きがない。ブラックキャビア、そのうちに続いています。ソサエティロック、それに続きます。黒い帽子も上がってきましたよ。さあここでブラックキャビアが一気にスパートをかける。日曜王者意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。一気にブラックキャビア、まだロケットマンが、ブラックキャビア大激戦のゴール前、わからん。でもブラックキャビアの方をカメラ指しておりますが、これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。ロケットマンが、全然前と外だか分かりにくいが、
このカメラ見るとブラックキャビアしっかり勝ってますね。花澤の戦い、ロケットマンとの花澤戦いを制しました。さあ、帝王賞登場、山のキャンキャン登場です。1番人気山のキャンキャン、3番人気片野インサイト、クラブは凱旋ジュピターが6番人気、他ラウンホルセとか2番人気はトランセンドがいますね。さあ、片野インサイトどういう戦法に出るか引いてみましょう。一歩これでどうなるか、レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 帝王賞、雨の思わな中ダート 2000m 地方固有重賞の出走です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはナイキハイグレード、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナイキハイグレード行きました。続いて前へ行くのはマグニフィカ、さらにはトランセンド、 G1 4勝アマノキャンキャン、その後ろ先手を取ったのはトランセンド、ロールオブザダイですね。それに続きます、比較的前の方ジュピター、並んで古豪ブルーラッド、少し離れてサイレントメロディー続いています。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。後ろからの競馬になりました。片野インサイト、安城の手はどの辺りで動くんでしょうか。後ろにいます。しんがりからダンフォルセ、各馬雨の中をかけていきます。ダンフォルセは最高峰、もう一度先頭から G1 2勝トランセンド、依然として先頭に天野キャンキャン、キャンキャンが迫ってますね。これに続くのがナイキハイグレード、その外にマグニフィカ、その後ろからは凱旋ジュピター、その隣にブルーラッド、ロールオブザダイス、この馬もこのグループ、片野インサイト、この位置です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として控えます。天野キャンキャン、ほとんど差がありません。キャンキャン先頭を伺う、内からなんか外から大まくり打ってきた馬がいるが、後続も追い上げていきます。これはどうなんでしょう。いよいよ直線の攻防、ここで先頭は天野キャンキャン、さあ天野キャンキャン追い出した。一気に来た、あと 200m、 天野キャンキャンさらに足を伸ばす。トランセンド、これキャンキャン勝ったでしょう。さあむしろインサイトが2番手、キャンキャンが勝ちました。すごい。トランセンド、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野キャンキャン。そして中央へ、デビュー戦で天野フラゲ、1番人気グリグリです。まあ、そのまま行きましょう。ダイジェスト、阪神2歳新馬戦、芝 1200m、 天野フラゲデビュー戦、メイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあもう先頭だ。天野フラゲ先頭、リードは2馬身から3馬身、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。もう2番手はブライブルー、さあ詰まりません。とてつもない強さ、天野フラゲ勝ちましたね。いいですね。天野フラゲ完勝、2着はブライブルー、3着にメジロから、これは桁外れの強さだ。早速海外に出しましょうかね。いいんじゃないでしょうか。さあ、宝塚記念ですが、
春のグランプリ宝塚記念、エルラシップ1番人気、山のアイフォン2番人気、山のイナバーは3番人気、オーカホエールキャプチャー、トゥーザグローリー、当選上段、これらみんなクラブはですね、ルーラシップグリグリとなっております。こうなってんだけど、困ったな。 iPhone 白でいこう。ノーダウールはいいや。ちょっとホエールキャプチャーですよね。さあ、イナバウは iPhone の戦法はまあこのままだろうな。レースいきましょう。春のグランプリ宝塚記念の出走です。阪神競馬場 G1 芝 2200m。 果たしてどのような結果になるんでしょうか。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠の天のアイフォン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ、花を奪うのはどの馬でしょうか。アイフォンがいいスタートを切ったような。前に行きそうです。アーネストリー、それに続いています。さらにはトレイルブレイザー、17番天のイーナバウアー、その後ろ先手を取ったのは天のアイフォン、ガイセンジェロ、それに続きます。その外に大外は2頭が前に行きますね。前に行く馬少ないからな。第1コーナーのカーブに入ります。これに続いて湘南マイティ、昇竜ムーン、それに続いています。その隣にホエールキャプチャー、1番人気のルーラーシップ、ルーラーシップは中段、現在馬群の中ほどにつけています。力は中山ナイト、その後ろからはエイシンフラッシュ、ガノンバラード、すぐ後ろ、その外から当選ラー、その後ろにヒルノダムール、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。意外とペース早いかも。名前はトレイルブレイザー、天のイーナバウアー、ほとんど差がありません。天のアイフォン3番手、ルーラーシップ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はトレイルブレイザー、並んで天のアイフォン、お、なんか一気にスパートをかけた。当選上段、ガイセンジェロ、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は天のイナバウアーだ。粘る3馬身から4馬身、さあでも残り突っ込んできた。ルーラーシップ追い上げてきた。ルーラーシップ抜けた。2番手は天のイナバウアー、先頭はルーラーシップ、1着でゴール、2着は天のイナバウアー、3着に当選上段、これが絶対王者だ、ルーラーシップ。ルーラーシップ圧倒です。イナバウアーをうまくスパートかけたと思ったんですけどね。ルーラシップは連覇となりました。当選上段トゥーダグローリーも圧倒です。アイフォンはいまいちパッとしなかったですね。ルーラーシップは山崎騎手が大舞台をゲット、これはでっかい。 C 騎手か。さあ、続いてリボン賞に天のドラッカー出走、11番人気か。
2勝目をかけたい。清流ステークス2着だからいけそうな気がするんだけど、なんかダメなのかな。一番人気ソロスペインとなっておりますが、なんでだろう。ああ、まあ差しがいいのか。まあ前に熊も多いし差しで行ってみるか。ダイジェスト、阪神2勝クラス、リボン賞、ダート 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。オリーブチップ先頭、内からさあこっから伸びるか。残り 200m、 オリーブチップこのまま振り切れるか。いい伸びをしてるね。勝てるかも。先頭に踊り出た。勝ちました。1着、2着はオリーブチップ、3着にウィルキャメル、勝ったのはアマノトラッカー。11番人気は何だったんだろう。お、伊坂さん、後輩と取らせていただきました。タイ付け結果、3頭ですね。タバサ投手、アマノテルテル、ドナブリーニの3頭が残念ながら不受体。他はまあクラブの方も不受体いるかもな。トレブか。成長型早めと出ております。万能中芝3つあるからな。これだけでも強い。出た、世界最強馬決定戦。iPhone が選ばれてますが、え、これって次が天皇賞秋かな。フランケルもいます。さあ、アメリカ以外が4頭ですね。ジェティオンナイ、アマノイクメン、ゴールドシップ、アマノブログか。おお、AKB はグラッドカーリーとライバルです。桜花賞馬、まあ、ローテです。天野ブログ。今週ですか。想定内も今週。エルムステークスに出る。まあ問題ないでしょう。イナバウアーはどうするかですね。惜しかったな。結構いいレース見せたかと思ったんですけどね。次は京都大賞典となってますが、まあ一回出てみるか。あ、でももう3頭いるんだな。まあ気にせずに。で、キャンキャンはブリーダーズ、なんだこれ、ゴールドカップか。悪くはないんだけど、ここまで出たらもう出ちゃおうって思うよな。ん？距離は1700、2200。
ことかだけど、カントリーなんだこれ、一応ここ登録はしとこう。どうだっけ、まあらほに譲りたい気はあるんだよな。あらほじゃない、ラキスタに。じゃあアラホはどうするかって言ったら、ちょうどあ芝行けんのか。じゃあここを出てみるか。いや2頭出てるからな。でもやっぱりここだろうな、普通に考えたら。くっつけていきます。カラキシュでいいでしょう。ん？主戦って今誰？そうだよな。まあ、アラフォーはカダキシュかぶっちゃってますからね。で、その代わりに。放牧だけしとこう。ラキスタを一周前に。デーブの方へ。もうブラックキャビアはこれで終わるわけにいかないよな。ガルバと戦いは続きます。もうなんかライバル馬と対決がすごい多いな。さあ続いてラキスタですね。2本健康重視がもう
パワー重心変更ですね。健康はもう問題ない。さあ次スルーラーシップ、宝塚を足りました。もう何も考えることはないような感じ。出るとしたら2400だと上限になっちゃうんですよね。アリントミリオンだがブルーレイがいる。インターナショナルもレベルがなあ、どうなんだろう。チャクロマラワショーもレベル低いな。この辺に出られるとチャンスありそうだよな。あ、ここかな。サセックス。iPhone は、いや、なんもなんでもこれは。出るとしよう、9月以降だろうな。面白そうやな、ここに出しましょう。ここで消極的になるのは良くないね、あんまり。芝も走れるやん、全然。行ってみましょう。オンラインとクラウドって強いよね。でも挑みます。で、カレンちゃんスプリンターズって言ってますが、よし、もう勝たなきゃいけないのよ。ここは強いもんね。フォークエデッセイとかも強いから。あ、ダートはダメじゃないんだ。どんなメンバー？アマゾンビがここにいるのか。さすがにこれは厳しいな。ここだな。ならば。山のトゥルース、さあ、余ったここに出す。インサイドも出てるが、まあいいでしょう、出しましょう。フランケル短距離か。でも本来であれば短距離じゃないよね。マイルだよな。ルーラーシップってだ、結
え、短いんじゃないのこれ。あーでもダメだこれ。ドバイマイル、なんだっけ、他のツイッターか。まあでもマイルス、このレースはないわ。あー、ここにオルフェーブルがいるから、ちょっと動かしとこう。サセックスは解除。なんか良くないな。で、山ガールは故障か。アメリカオークス以外勝利がない。距離適正は長いからな。スピード D プラスなんだ。まあ中距離の牝馬限定だろうな。ここか、行ってみよう。中京記念ですが、もうちょっと考えよう。ここいいんじゃないかな。ロートシルト賞、確かに馬場的にはあれかもしれないけど面白いかもね。ゴルシがアイルランドダービAKB どうしよう。 2000m は悪くないが、なんせ早めですからね。
そうよ。ちょっと短い距離の方がいい。こことかも全然いいよな。ここあえて出てみるか。でアリエッティがカルボ。ステークス、あ、はいはいはい、ダートか。さあ、これトレブじゃない、トレブだっけ。トレブが芝、まあ福永騎手でいいんじゃないの。でそしてフラゲが1着取りましたね。ちなみにうん、うまくいけばここ出たいよな。なんか文句言われてます。7月3週か。以上ですね。この週までかな。16番の一頭。では行きましょう。ネクスト。ベルモントオークス招待、ジェンティルのナ出走、一番人気。エーコンイザベルあたりかな。他でコアステップ、ソーシャルスラップ。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場、G1 ベルモントオークス招待、芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ラブウェイヒート、ちょっとタイミングが合いません。さあ先手を奪うのはどの馬か。プレザントアクト前に行きそうです。キャピタルシスティーナ、それに続いています。さらにはエイコンイザベル、栗色の馬体、ドライヤードトゥース、その後ろ先手を取ったのはプレザントアクト、デコアステップ、それに続きます。すぐ後ろにカルパーニアサンセット、赤の帽子、ガイドブックライズ、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ウェービングフェム上がっていきました。これに続いてソーシャルスラップ、ルーザップギャロレット、それに続いています。その外からラブウェイヒート、ペリミーターピツヤーノ、すぐ後ろ、その隣にナイエンフィッシュを、一番後ろにジェンティルドンナ、各馬鮮やかな芝の上をかけていきます。最高峰なんですよね、ジェンティルドンナ。もう一度見ていきましょう。1番
プレザントアクト、依然として先頭、すぐ後ろにデコアステップ、そして大きく離れてベイコンイザベル、この位置です。さあ先頭は依然として1番プレザントアクト、まだ粘っています。デコアステップほとんど差がありません。間を挟んでベイコンイザベル、3番手ジェンティルドンナ、まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はデコアステップ、ジェンティルドンナアストから5位に上がっていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一気に先頭へ、意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 中から割ってきてるが届きそうにない。勝ちましたね、ジェンティルドンナ。この馬で決まりか、圧勝です。強い強いジェンティルドンナ、圧勝ゴールイン。2着はカルパーニアサンセット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ベルモントダービー招待天のイクメンですが、5番人気まだまだ厳しいか。ディスコレイス、ノーブルミッション、シルバーマックスか、どうするかですね。前に行く馬ちょっと多すぎるんだけど、先行策までだろうな。ダイジェストいきましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントダービー招待、3歳限定芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ノーブルミッション先頭、残り伸びないな。アラバマスモーク追い上げてきた。アラバマスモーク抜けた。アラバマスモーク先頭、アラバマスモーク先頭だ。アラバマスモーク、アラバマスモーク1着、2着にはどうやらノーブルミッション、3着にデザートスピノザ、勝ったのはアラバマスモーク、見事な勝利です。あ、天野郁恵9着に敗れました。まだまだ壁、そう壁は厚い。アイルランドダービーにゴールドシップ登場、2番人気、1番人気はキャメロットですね。128、ゴールドシップ111、コンカーズベテルニュースか。ノベリストもまあ強いということで、先方変えられますがどうするかですね。マイニー君はちょっと微妙に少ないんだよな。差しで行ってみるか。レースです。カラ競馬場 G1 アイルランドダービー芝 2400m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはチエラセンテンス、ガルーチャバラクーナ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくターマックマイアン行きました。続いて前へ行くのはチエラセンテンス、さらにはガルーチャバラクーナ、16番アンビバレント、その後ろターマックマイアミ、先手を取りました。その外にインペリアルモナーク、ノベリスト、それに続いています。その外からコンカーズベテルギウス、これに続いてナポリアグレット、エアウェディッシュ、それに続きます。その外にスイートジェネラス、後ろからの競馬になりました。ゴールドシップ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にエンキー、デクラレーションオブオー、そのうちに続いています。すぐ後ろにダルカラ、さらにはサオノワ、シンガリからキャメロット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。14番インペリアルモナーク、その後ろにアンビバレント、白の帽子ターマックマイアミ、その後ろ大きく離れましたノベリスト、これに続くのがコンカーズベテルギウス、ガルーチャバラクーナ、すぐ後ろ並んで12番スイートジェネラス、エンキー、この馬もこのグループ、内からはナポリアグレット。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ無敗のインペリアルモナーク、2番手はモロシーパー外にいますね。3番手、残りあと 400m、 ここからどこまで伸びるのか。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。しかも抜け足している。あと 200m、 ちょっと中動きが鈍い。先頭はキャメロット、
キャメロット3着までか。キャメロットこの馬で決まりか。キャメロット1着、キャメロット完勝。2着はノベビスト、3着にゴールドシップ。キャメロット強い。これで2カ国のダービーを制覇。ヨーロッパ最強の3歳はこの馬で決まりでしょう。アイルランドダービー、キャメロット強い。続いてサンクルー大商店、天野ブログ1番人気122。シュイズデゼーグルとの対戦になりますね。レースいきましょう。サンクルー競馬場 G1 サンクルー大商店芝 2400m です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはプラントゥール、ミアンドル。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくプラントゥール行きました。続いて前へ行くのはミアンドル、さらにはシュリスデゼーグル、古豪イリリウのウィナーズ、その後ろ先手を取ったのはプラントゥール、少し間が空いてピクチャーバースト、その外からアローナックル、その隣にナサニエル、ソーユーシンク、すぐ後ろピオレンテ上がっていきました。これに続いてプリンスビショップ並んで3番タックドボアストロン、すぐ後ろにサラリンクス、フェイバーアルボラーダ、そのうちに続いています。青の帽子アルタノ、その後ろ内からはセイクリッドアミーラット、アマノブログ、最高峰。ここからどういう競馬を見せるでしょうか。またブログ最高峰だ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から9番プラントゥール、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはシュリスデゼーグル、並んで12番イリリウのウィナーズ、そして大きく離れてアローナックル、この位置です。すぐ後ろにソーユーシンク、さらにはミアンドル、内からはピオレンテ、ナサニエル、それに続きます。並んで G12 勝タックドボアストロン、内からはプリンスビショップ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はプラントゥール、まだ粘っています。2番手はシュリスデゼーグル、イリリウのウィナーズ、3番手残りあと 400m、 まだ来ない。ここからどうか。ここで先頭はシュリスデゼーグル、あと 200m、 シュリスデゼーグル完全遅れを、シュリスデゼーグル残り 100m、 2番手はナサニエル、取っている。ようやく来たが遅すぎる。2着は微妙です。勝ったのはシュリスデゼーグル、見事な勝利です。マノブログ6着。海外は残念な結果に大概は終わりましたね。さあラジオ日経賞、天の海猿登場です。一番人気グリグリとなっております。3歳限定の、重賞残念ダービーと通称呼ばれております。外のギャラントダイジェストいきましょう。福島 G3 ラジオ日経賞、3歳限定芝 1800m です。短い直線に入って、もう完全に抜け出しました。どうか。天の海猿先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は里のギャラント、勝ったでしょう。天の海猿差を広げる。天の海猿勝ちました。1着天の海猿完勝、2着は里のギャラント、3着にアナズゴール、1番人気に応えました。天の海猿見事です。天の海猿重賞初制覇だったんですね。ということで、やってくれました。
微妙ですね。まあ、天の井沢は良かったですね。CBC 賞、天の想定内です。一番人気、グリグリです。G3 なら負けられないってとこでしょうね。58キロですが。サンカルロ、ドリームバレンチロが控えております。ダイジェスト、中京 G3CBC 賞。芝 1200m の電撃戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。シルポート先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。残り 200m、 想定内、先頭は変わって天の想定いない。後方から一気に鶴丸レオン、天の想定いない。この馬で決まりか。勝ちました。天の想定いない。強い強い。天の想定いない。圧勝、ゴールイン。2着は鶴丸レオン、3着にシルポート。一番人気に応えました。天の想定いない、見事です。トモエ賞、天のハヤブサ登場、一番人気。こちらもグリグリとなっております。2番人気がウィンドスパークルか。ダイジェスト、函館オープン特別、トモエ賞、芝 1800m です。短い直線に入って先頭だ。後続は届くかどうか。天の速さ先頭、乗ったまま追い出した。これは決まりか。2番手は、でも差詰められたが押し切りましたね。圧勝、ゴールイン。2着は里のアポロ。これは物が違う。天の速さ、コバノリッキー、天の小玉でしょうが出走ですね。田畑賞は2頭。あ、でもマイガールは除外になってしまったんだ。ディル女、おゴルシー、そしてジェンデローナ、次は札幌記念と言ってますが、8月5週以降ですね。まあでもその中でもここは絶対出ないといけないんで、それ以外のレースで、ね、何に出すかっていうとこですよね。ヘルマオークス出しちゃいましょう。できなくなるんじゃないの。項目できるわ、大丈夫だ。
そして次が天野育明。ちょっと今回は無理だな。まあ、まだまだ晩成なんで、海外出すべきじゃなかったよな。ちょっと失敗だった。まあまだ G3 でもいいぐらいだ。海猿が出てんのか、まあ、とはいえ長い距離で出したいっていう感じですよね。ここかな。で次が、うん、まあでも小倉記念だろうな。ん？川田騎士は被ってる？どこと？ロトシルト方か、ショーか。ああ、なるほどな。まあ、カダ騎手乗ってもらった方がいいよな。まあ、若い騎手にちょっとチャンスをあげましょう。天野はやぶさ、ループですね。女子会が出走、3歳です。まあ、3歳だから52キロっていう軽量筋量があるんだろうな。はい、ということで、ウィニングポスト9 2021、今回はここまでです。まあ、4週分しか進められなかったですが、次回夏競馬
うまくいって頑張って進めればなと思っております。宝塚県暑かったですね。あと結構新判定の G1 も2つ、海外 G1 も2つあったりして興味がつかなかつきませんっていう感じです。ジェンティル女も G1 3勝目を挙げてくれました。ルーラーシップが連覇ですね。エスパートハルコのゲームオンデュードの混戦、カレンちゃんとロケットマンの混戦、まあ、ライバル同士を戦えてやっぱり楽しいですね。はい、ということで、ここまでになります。次回お楽しみに。今回の配信ツイッチで、お届けいたしました。よろしければツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 このアーカイブは YouTube で2日後10日21時頃にプレミア公開予定です。金曜日ですね。日本時間。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel two days after Premiere live my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタン please。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。